はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。もう一本太鼓立志伝 5DX 始めていきたいと思います。2本目の配信ですね、今日は。ぜひお楽しみ、3連休の最後お楽しみください。いつも通り Twitch で配信を行ってます。 Twitch のアカウントフォロー、チャットコメントお願いします。 Twitch マイアカウント、アカウントフォロープリーズ。YouTube のアーカイブ、2日後にアップロアーカイブ配信予定ですとありますが、もしかしたら3日後になるかもしれません。2日後としたら23時ぐらいを予定しております。ぜひご覧ください。 YouTube のチャンネル登録、高評価もお願いいたします。プリーズ、ディスライブアーカイブ、YouTube ライズ2 or 3 days after、my YouTube チャンネル、サブスクライブド and グッドボタンプリーズ。旧ツイッターである X のアカウントを持っております。ぜひアクセスお願いします。アクセスおよびアカウントフォローお願いします。またポストのリポスト、いいねもお願いします。ツイッター X マイアカウントビジット&フォロープリーズ。マイポストリポスト&グッドボタンプリーズ。では始めていきましょう。結構音大きいですね。こんな形で続きから1563年の9月、まだまだですね。鉄砲を買えと言われております。鉄砲って堺だよな、普通に。あれ、その前になんかやることあったっけ。ここです。履歴で移動できるんだ。便利。まあ、とりあえず、堺か。堺に行きましょう。いつも通り。堺だったか京都だったかのはずなんだよな。ラブラブ度はまだ低いんで、適当なものを渡しとけば大丈夫だよな。OK です。これでラブラブ度は上がってないやん。
で、鉄砲って、ああ、そうか。ナンバー召喚で買えるんだっけ。違う。ナンパンじゃなくて、どっちかだよな。種子島買えばいいってことだよな。もしくは石瓶あって鉄砲じゃないよな。これは多分認められないと思う。まだまだ内装級のラブラブ度は低いな。手名で鉄砲を買うって。40買えば最大勲功になる。だから種子島を40買うってこと？あれでもそれだったら3000貫ってことはないと思うが。で、この種名はどう？鉄砲を60手購入するってなってんな。とりあえず種子島を最大だと93か。まあでも全部買ってもいいだろう。だいぶ安くなった。これだと、あれ60手ってなんだ。出ましょう。あれ成果なしって何？え？なんで？今種子島買ったやん。ここには鉄砲は売ってないしな。とりあえずこれ買っとこう。最大が99個だけど、ここまでいらん。9個でいい。って分からん。なんでだ。ちょっと待って、今日の町へ行ってみよう。ラブラブ度は 1.5 ですね。どうしようか。あ、ここで鉄砲を買うのか。あ、在庫がない。
相馬家は滅亡しました。簡単に言われちゃった。とりあえずあのそれをやってるうちに稼ぎたいよね。でも稼ぎたいが、京都とだから、まあ、金を稼ぎたい。で京都と京から栄えって あるんだ。だから座で葵を買うってことか。ありがとうございます。まあ出ましょう。いやちょっと待った、医術指示やりたいな、いずれはね。で石山に行く、堺に行く前に。で下間さんラブラブ度は 0.5 4だな。軍学、やっぱり軍学は損はないよな。わかる。もちろん全部儲かるな。あ、あれ、で、紙を買えばいいんだっけ。全部大当たり。はい、いいえ、閉じる。酔った男を隣にいるじゃないか。で堺へまた行く。周平さんラブラブ度 0.5。 え、結構おお、手に入れた。また作ってもらおうか。もちろん。最大
なんか儲かってきたな。で、硫黄を買って、京都か目方で売る。まず苗に行って鉄砲。なんだって。ダメだな。天王寺屋は。お。200丁まで買えるのか。5000貫はすごい。いや、さすがに。60艇だったっけ。まあでも90艇だな。交渉。交渉、何のために交渉しているかってそういうこと。そう。ちょっとさ、1割だけ安くなった。戦術はでもこれ以上いらんのんじゃなかったっけ。能力が戦術は戦術は3か、あと1だな。まああればいいがなっていうとこか。技術とか建築とか、あの武芸とか軍学の方がいい。まあ軍学が特にやっぱり重要だよな、これからは。牙か。あ、いや、牙3じゃなかったっけ。だからあんまり、美味しくない。牙2か。早く帰ろう。ちょっと待った。今ね。買ったんだ。だから、目方に行くか、京に行くかだよな。とりあえず、まあ、帰りたいな、本音としては。目方に行きましょう。誰？ガモーさんだ。ラブラブ度は 0.5。 もちろんプレゼントをあげましょう。で、座に入って、なんか、買ったり売ったりしてばっかりだな。どれぐらいお金、ありがとうございます。いただいて嬉しく思います。びっくりした。あ、もう行きましょう。
OK、 おあたり。すごいな、この アルバ教様すごいな、あの8時間ぐらいやっていたというこの太閤立志年もすごい感じです。秀吉で1533年まで国主になったけど、国主大名かな、武田が徳川に滅亡、あ本能寺の変、本能寺の変な、なんか結構武田は弱いらしい。ってことはまだ手前の状態ってことですね。仕事はまあいいや、もう帰ります。まずはちょっと信長に報告をします。用心棒を雇います。高くてもつら、強い人ということで、なんでこんなにかわいそう、武田かわいそう、あ酒飲むん、あ酒飲んだよなさっき、いやいやあなたじゃないですか、もちろんおごります。これでラブラブ度が上がるのかな。とりあえず60を買うとこ90買ったん、 1.5 倍買ったんで、褒めてはもらえるんじゃないの。加藤さん、ラブラブ度 0.5。1か。そんなに重要じゃないってことか。種ヶ島をやろう。種ヶ島を鉄砲と勘違いしたというオチでした。もちろん。なかなか難しいですよね。どうしよう。茶席、あ、茶席って。もちろん茶席。誰大事にしたらいいんだろうな。まあ、半兵衛とかか。半兵衛でもラブラブ度乾燥してるんだよな。あ、いや、もう軍学教えてほしいです。あ、出たー、パズル。難しいよ、これ。内容説明しましょう。2位の札が並べています。同じ色と数字を組み合わせを見つけ出してくれる。くだされ、上海みたいなゲームらしい。縦か横に並んでいる2枚札のないところ、女性2枚、やつが2枚、
あ、そうなんだ。え、能力って上がるんですか？っていうのを。上がりにくいんだろうな。まあ、最近流行りのスイカゲームとかな。あ、時間制限あるよな、当然。いや、これがめんどくさいな。ここがな、めんどくさい。積んでるな。あ、ダメか。ダメだよな。え、積んでるんじゃないの、もう。あ、これはいけるんだ。あ、これいけるんだ。ようわからん。上海ってこれもいけんじゃないの？あ、いけるな。これはダメ。これもダメ。あ、これはいけた。じゃあこれいける。これいけんじゃないの？いけた。じゃあこれもいけるよね。じゃあこれもいける。これ、まあいけんじゃないの？あ、慣れてきた。あー、惜しい。惜しい。もうちょっとやったのに。最後にね、気がついて、いいとこまで来たよな。回復？よくやったと思うけどな、これ。もちろん上には上があるけど。ナイス、竹中さん。あと何日だっけ？意味がない。意味がない。あと22日か。いや、もう、半兵衛。どうかな。休日。発射一個やった。ちょっと強すぎるな。このぐらいかな。あ、ちょっと足りなかったか。もうちょっと上げようか。あ、惜しい。いや、まあ、技術は上がった。日焼け溶岩。
とまだ1だったらもう弓を、あ、ダメだ、そういうことか、他は無理だな。コロクにも技術修行って無理か。いや、ラブラブ度はもうマックスだからな。技能指示はもう無理だな。あと何日だ ?12 日か。そうだ、風林火山があるんだよな。ってことはラブラブ度は沢田正幸と、でも沢田正幸なかなか上げられないらしいな。一回会ってみたいな、沢田正幸。でもこの時期って一応いたよな、沢田正幸は。いたはず。信繁がちょうど生まれたぐらいの頃だからな。沢田丸でおなじみ、雪村伝説でおなじみの、うん。じゃあ出ましょう。清須へ行くはずかな。清須かな。またしろ。まあラブラブ度は 0.、 ああちょっとな、4の上げたくはないけど、 1.5 にラブラブ度上げたな、上がったな。あ、やっぱり茶道大事なんだな。あとは忍者か、忍びの里。忍家って何？そういうことか。紙を売ろう。全部。清須で、針を買う、全部買う。
と茶道の茶道漢字が間違えてた。で、これで、岡崎に行く。お、石川一正じゃないですか、出奔した。そう、後の話だけどな。今のうち、ラブラブ度は1か。意外と低いな。あ、服部くん。2回以来の軍勢を武田に改めたって書いてんな。なんか石川一正欲しいなぁ。道場もあるが。あら、ああ、そうか。京弓。まあ、微妙だな。はい。売る針全部。お金は何本あったらもういいからな。城主になったらお金不足になるっていうのは見たことあるからな、他の人の配信で。あたり。あと9日。で、清須へ行く。ろうそくを買うか。田代さん、ラブラブ度が 1.5 か。ああ、そうだ。プレゼントあげてるよな。何この大学っていうのは。30ぐらい買っとこう。買いすぎだよな。まあ、買いすぎだけど、それぞれの、じゃあちょっと利休のとこへ行ってみるか。でもなんか忍者の方が難しいんだよな。で、清須でろうそくを買うと。全部。
ちょっとずつお金は増えてるな。まあ大名になったら大変だからな。で、岡崎へ行って売って巣にする。オッケー。時間の無駄ではあるんだよな。確かに無駄では無駄じゃないけど、なんか時間は消費しちゃうよな。じゃあ巣でも買っとこうか。 あんまり儲からないんだ巣は。綿花買った方、あーでも綿花もう買ってるかな。まあまた清洲へ行って当然売る。プラスにはなったけど、そんなに大きくプラスには なってないな。まあろうそく買ってもしゃあないし、ここまでだな。あと6日か。あ、じゃあ違う、ここじゃない。医者のとこに行きたかったんだよな。まあでも本拠に帰還した方がいいと思うな。浜松があって諸岡一派、そうだ、周りの人に会う仕事をやってもいいね。堀直政、村上義清じゃないか。なんかかっこいい。ああ、信濃に行って取られちゃった人だ。でそれでこの人の給料を上杉が守るために、川中島の合戦があったんだ。まあ元凶の人だな。わかりやすく言えば。ラブラブも上がった。諸岡一派にも会ってみる。ラブラブ度は全然だな。まあ種子島渡しとこう。
あ、一応浜松行ってみるか。せっかく来たんだから。あ、ラブラブドに。ラブラブショー。いちごや古今和歌集か。今、だから、藤吉郎は弁舌が4が強いよな、やっぱりな。弓術は、1、武芸が2、文学は3に上がった。あと忍術だよな、忍術と霊峰が0だから霊峰上げないとダメじゃろう。霊峰と茶道を。なんか金稼いでるだけじゃダメだよな。霊峰も上げないと。霊峰は寺に行けばなんかいいらしい。まあ、とりあえず帰りましょう、今回は。で、帰って、一応、金丹、万金丹があるから、ラブラブ度は1。畑か。もう80まで生きたのか。しかも関ヶ原でもいたんだ。もう利休と関係ある人か。金森長近って。戦略を聞く。献上って何？まあ、これあげましょう。配下を推挙はしない。帰ろう、自宅へ。お、だいぶ家も豪華になったな。そして、入金5000、5000。ちょっと稼いできたかな。もちろん。これでちょっと回復できるんで、金丹を節約できる。で、これで、貴重品の、全然貴重品じゃない金丹を、万金丹を。これ何？あ、そうなんや。武家宅行ってみるか。光秀。ラブラブ度はまだ0.5。丹羽長秀。嬉しいな、歓迎。あ、ラブラブ度はもう、あれなんだ。技術主義や、建築教えてもらえるんだ。丹羽長秀は。あ、誰がいいのかな？滝川さん。やる？いやいやいや、勝てないでしょ、普通に。
あ、こいつ鉄砲持っとるやん。あ、避けやがった。えぐいな、相変わらず。ん？何？当たってない。なんだそれ。あ、ちょっと待って、行動で。あれ？なんか。行動で火で、避け合えた。なんか笑っちゃうな。あんまり近づきすぎたらあかんかもな。当たった？当たりましたね。めちゃ失礼。行きましょう。お、上出来。でもあっぱれではないんだよな。でも他がまあどうしようもないからトップです。なんだこの小粒菌って。まあそんなに大きいもんじゃないかな。合戦だろうな。大河内城もちろん合戦するんだけど、ここが、ここってどこ？ここね。あ！なんとチェンジ。日の城結構強いような気はしないでもないが。あれ？合戦は参加できないんだ。まあ、今回の合戦に参加できなかったんだな。悲しいな。え？何をしたんだ？はい、これを待ってた。一回だけだからな。はい。で、薬です。とにかく薬。薬にもう競争剤ってなんだろう。コスパ抜群だからな、この薬も。副作用ぐらいないとおかしいだろうっていうぐらい、あのコスパ抜群だから。はい、戻った。ということで、え、今回戦いに行くことはできなかったってこと？御用商人は伊藤屋っていうのが御用商人だし、清須の町にいるんだ。ここから鉄砲を買ったら都合が良かったのか。
わかった。どうしようかな。どっちに行くかな。忍者で行くか、千利休に習うか。霊法を習うっていうのもあるよな。まず京都に行ってみて、寺に行ってみるか。はい。ラブラブドア2。で、寺に行く。霊法指示。もちろん。うわあ、これあれか。ルービックキューブだ、これ。少しお待ちください。とりあえずビンゴですね。時間制限はなし。こんな感じで、難しいな。排除できないね。
あと1回なんかいいことある？ないなあ。いいことはない。ないね。ないね。これでよし。何日だっけ？あと48日か。とりあえず堺へ行くため、また堺に行くんだけど、堺に行く前にちょっと買っとこう。いつもの青いを。石山の町に移動する。ラブラブ度は 0.5。 1になったな。青いで紙を買うっていう感じか。まあ承諾にすればもっと時間節約できるんだけどね。それはわかるんだけど。いいえ。杉浦さん、仲は悪い。ずっと前から仲悪いんだよな。堺へ。で、まず座で、売ります。もちろん全部。惜しい。300ほど。で、早速利休のところへ。やりましょう。出た、覚えるゲーム。
どうやったっけ。やばいな。おお、完璧だった。白、赤、白だったはず。オッケー、上出来だ。お3に上がりまして、わびさびの心。とりあえず乾燥させないといけない。あと何日？こっちだったと思う。あ、よかった。オッケー。え、どうやったっけ。あ、惜しい。どっちかな。あー、最後が惜しい。わからん。あかん。あー、ここまでですね。早船でも買っときましょう。買いましょう。これでどうだ。あの3に上がったが、あの茶道は霊法は上がってないな。で、あとは、商家に行って薬を買いましょう。薬はどこだ。あ、違う。薬は医者だ。おっと？何これ。なんかすごいことなってる。ね、医者はないのか。京都に行かないとダメなんじゃなかったっけ。京都だっけ、石山だっけ。まあ、京に行こう。2.5。
これね、あ、乾燥したカエモンのラブラブ動画。大概高所やっぱりいるよな。そう、石宅だ。石宅に行きたかったんだ。薬が欲しい。満金丹だ。もうなんぼでも買うよ。30で、でも満金丹じゃなくても、こっちでもいい説はある。そうなんだ。帰りましょう。で、自宅ではもう食ってるんで、まあ一応自宅帰るか。開口の技術は南蛮寺で習得できる。だって、そういうことか。で、貴重品で薬。飲む。貴重品。ドーピングだな、ほんと。魅力が札の分上がってるよな。能力を上げれるのはすごい良かったと思う。もう はこっち行ってみるかな。500自宅。庭不在か。佐久間ラブラブ度は 1.5。 前田刑事、花の刑事が元服。え？内政？そんなバカな。いや、戦わないとダメでしょ。大河内城行きましょうよ。ああ、残念。じゃあ内政か。アイコンとかはまだ稼いでないもんな。初めてだもんな。まあ3000。あと2か。
れ終わった？あ、終わっちゃった。まあしゃあないから自分期待に行こう。まあもう一回堺に行く前に京都で稼いでくるか。てか目方で先に買った方が良かったっけ。味方で陶磁器買って、それで、行った方が良かったな。誰？くつき。ラブラブ度は全然。戻るのもったいないな。道場がある？で、買う。陶磁器買う。もちろん全部買う。酒場に行く。はい。用心棒雇う。いいえ。用心棒や。いや。高くても強い人。ということで。はい。だって10巻でしょ。安いじゃないですか。あ、またくつきさんだ。仲はよ。そう、さっきくつきさんあげたのにプレゼント。なんで？で、これで今日に行く。くつきさん。入る。余裕があればな、寺で礼法を教えてもらおうと思うんだけどな。はい。なんだこれ。何これ。あ、これもう一つだけやん。揃いました。ナイスー。礼法1に上げましたね。帰りましょう。時期を売ります。
OK です。で、葵を買うと全部惜しい。26日やもんな。いくら買います。25日か。全部で、石山で紙を買う。全部で、これで移動。誰？三好家か。中富川合戦。調査カフェ。プレゼント。で、一応座でまず打って、あ、24日で、どこだ？千の利休にまた会う。指示。やる！だっけ？ああ、全然違う。ラスト。ちょっとこれは厳しい。やりました。茶道4、徳の心、勧誘の成功率が上がる。
なんかすごいいい音楽だよな。早く帰ろう。急いで帰らないと間に合わない。あ、間に合った、よかった。ちょっと、もちろん応じます。うん、食べられるはずなんだよな。もちろん、OK。で、金庫に入金。4000ほど入金しとこう。これで、35000入金。こちらの、宅配の方もすごく稼ぐことができた。あと2日だな、どっちみち。出ましょう。で、連兵場へ行って、施しして、500ぐらい。ん？なんで？あ、600ぐらいか。じゃあやめとこう。男したらなんかいいことあんのかな。超茶席。ラブラブ度が上がりやすいのか。光秀。で、行きましょう。表情。の前に薬。絶対薬。競争薬。さあ、これで表情が始まります。主目力不足、まあしゃあないね。でも他も平凡とかばっかりだもんな。論外、まあしゃあないよね。花の刑事か。うん、もちろん。うん、それが正解。オッケー、オッケー。今回はバトル、合戦です。野球の時間だ、じゃないけど、試合の時間、合戦の時間だ。ってことですね。武将だからな、今。残り物資、武将情報。あ、光秀とかやっぱり勝家に比べたらまだ身を取るな。頑張っ、弁舌と、まあ軍学はいいんだけど、それ以外はまだ、まだまだってとこだな。半兵衛に比べてもな。ん？お、徳川か。行きましょう。まあ、ここやれば、北畑は終わりなんで、確か北畑は終わりだったと思うんで、確率で勝ちに行きましょう。弱らせる。これどこ？沢山城。戦艦。OK。
勝は無理だろう。なんちて29,000対11,000やもんね。大工事場ってどの辺だろう。じゃあやりましょう。援軍要請もうやったんやろな。軍議終了、戦闘続行。何これ、持ち目アップ、ギュイーン。お、光秀が。そんな、お、いろいろあるな。今、5つ持ってんだ、いきなり。いきなり使っちゃえ。あ、雨か。激励ってなんだ？士気を上昇させる。力攻め、姫攻め、ヒア。いや、あ、そうか、雨だから無理だ。持ち部上げんのか。力攻めかな。あんまり減らなかった。普通に攻撃でよかったかもしれない。雨止まないと無理だな。ビーム。射撃？なんだこれ。射撃の腕を身につけたからかな。前なかったよな。お、鳥居さん。モチベを下げる。あ、雨上がったや。爆破したれ、縄文。乱れ打ち？連続ビーム。今5つですね。縄文爆破です。あんまり減らない。三河武者？お、モチベ急激ダウン。
おお、まあまあ減ったけど、こちらあんまり味方増えなかったな。数によって結構援軍出してくれる数って決まるんかな。お、ビームが、おお、すごいビーム。うわ、まだランダランダ、さらにモチベ落としにかかる。今1か、千なり秒単でいいと思う。モチベをどんどん下げる。なんか結構やっぱり縄文硬いな、ここ。みんなやっぱ同じような行動しないとダメなんじゃないかな。でも縄文硬い分、逆に全滅するのも有効かもね。わ、ビームが、でもあんまり効いてない。ビームが、今4か。じゃあ打ってみるか。まあまあかな。持ち目下げ切った方が有効かもよ。まだ大手門も開いてないんだからな。あ、モチベを上げようとしてる。まあ、その分相手は攻撃できなくなるんだけどな。お、ビームが。本当努力。今、特技が3か。やっぱり増言は士気を下げる。でも今有効かもしれんよな。あんまり下がらなかったような気が。あんまり下がらないよな、やっぱり。やっぱり増言効果ないんだよな、言うほど。破れるチャンスなんじゃないの、いずれ。うわ、なんだこれ。モチベを全滅させるの難しいと思う。おお、あ、チャンスなんじゃないの。あ秘密ヒデのやつ。
今三つか。まあ非戦なり病態。ちょっと作戦失敗したかも。あんまり減らないしな。だから結構しぶといんだよな、この縄文硬いんだよ、大河内城多分。でも味方がいないよな、誰も。地面が下がる。さあどうするかな。強襲という手も結構有効かもな。何もしなけりゃ強襲とか。あんまり下がらない。奮闘する前に攻めてくれ。今2位か。千成病太。ちょっと失敗かもな、作戦。考えすぎたかな。どんどん減っていく。お、和議だ。まあ航空でするならそれで OK。 うん、 OK です。あー、3番先行第3か。まあ、光秀が結局門を破ったから、北畠滅亡です。
どこまでやるかだよな。まだ何これ、芝生もちろん。で、今茶道はこれでマックスになったんだ。霊峰だな、霊峰なのかな。忍びの里行ってみる？忍びの里行ってみるか。まあ一旦セーブ。どっかいないかな。風魔の里に近いな。ラブラブ度は 0.5、 まだ若い。とりあえず風魔の里へ。手汗しないとダメ？いや、そんなことはないだ、ないと思うが。もちろん、やります。あ、なんだ、あれか。人数が多すぎだろ、これ。
お、半月。え、鎖鎌の秘技。ダメだな。とりあえず今忍術は2ですね。ちょっと砥石城行ってみるか。あ、砥石城行くにし、小諸美濃和城やったっけ、砥石城だよな。だから小諸に行くかな。小諸に行って、真田昌幸だ。びっくりした。もちろん、贈り物ですよ。いや、まあ、茶碗はやめとこう。足屋釜。あー、残念。ラブラブ度は低かった。酒場に行ってみるか。用心棒を雇う。いや、高くても強い人。あ、同じ真田だ。よしよし、味方につけた。一条信達。はい。ダメだな、牙は無理。欲しい人物はいない。分からん。とりあえず出て砥石城へ行きますか。よかったよかった。あ、でも茶会には、たくさん持ってんな、なんか。バトル力は、まあみんな強いから、これまともに勝負したら絶対勝てないな。あ、ダメだ。プレゼントしたり、
と茶をやるとそこで終わっちゃうんだ。そんなに高くないな。あ、のぶただと思う。はいはいはい、ここでのぶただのぶしげにと交渉した人か。茶席やりましょう。ここで砥石城のあれは終わりです。うん、どうする？ラブラブ度はまあまあまあある。申し渡そう。入ってみるか。お、木曽義政だ。申し上げましょう。あと、あ、穴山神君、あ、信忠って言うんだ。穴神君って言ってるけど。ラブラブ度1ですね。お茶は多分無理だと思うんで出ましょう。岩村城へ。ここ信長のとこなんですね。話してみよう。鉄砲不足。あんまり岩村城の機能がないって感じか。キオスでも行くか。で、仁左衛門。で、ハリーに行くと岡崎か。あ、酒井さんじゃないですか。
何を売る？全部。あ、惜しい。で、綿花を買う。全部。で、綿花を買った。清瀬行く、針。清瀬に行った方がいいのか？清瀬に行く。なんか相当損してるような気もする。陶磁器でも買っとこう。じゃあ全部。で、出る。一回岐阜の町へ行って、神戸さんだ。神戸さん。ねえねえ、どんな気持ちっていう感じですね。結構みんな欲深い。お、やった！織田水軍従属してくれた。ちょ、全部。今岐阜だよな。紙を売って まあいいか、もう出ましょう。で、いつも通り。薬で。で、表情へ。お、光秀家老昇進おめでとうございます。うん。
観音寺城、結構大きいとこだよな。嫌な予感するよな。坂本城なんか大変やもんな。結構これ厳しい戦いになるような気はするよな。相手も相当強いぞこれ。観音寺城だとちょっと思い切って投入しないとダメだと思う。そんな簡単じゃないと思うぞ。てか負けてるじゃん、守る方に。こんな援軍援軍。ショーだな、もう。小田尻城からもう行くしかないや。もうたくさん来てもらおう。まだこの状態だと徳川が来てない状態なのか。努力モチベ下げた。いいよこれ、有効だな。でも奮闘ばっかりじゃダメだよ。雨なんや。まず元康来て、よしよし、倍になった。やっぱり戦力だよ。これぐらいの戦力差ないと厳しいと思う。まだ雨降ってるよな。いや無理ですね。まだ一気にモチベが低下。
ビーム強烈すぎるだろ。いいよいいよ、ビームのやり返し。まだ雨降ってるんだな。雨は無理なんだな。消耗爆破は無理。じゃあもう普通に今7か、普通に射的するしかないや。強弓？モグラ攻めとかできんだよな。カゴ？何それ。うわビームの連打。あでも止まった。なかなかしぶといな。やっぱ守るが強いし、ビームこいつ持っとるや、持っとるよな。ビーム持ってるやつ怖いな。まだ雨降ってんのか。奮闘であげるか。大手門ちょっと半分切ったね、耐久力が。とどめさせる順番に仕掛けられれば一番いいんだけどな。ビームが強力ビーム、あでもそんなにダメージ与えられてないや。いいよいいよ、モチベ下げてる。ビームで、まだ降ってんのか雨。6か、攻めはダメ。減らない。普通の挙手でよかったかも。やらゆうなこれ、もう開いちゃうや。そろそろ門が閉まっちゃう。ビーム。ああ。苦手な野戦。
今どこにいるんだ。島？隣にいないとダメなんか。まあ神速だな、まず使うとしたら。誘い込まれた。チャンスやね。特技で、パリ雑言。千成秒太、もうちょっと待とう。仕掛けをいずれチャンスが出てくると思う。モチベアップしちゃってるよね。なんか変な音する。雨降り出した。やばいやばい。
設置してないからダメなんだろうな。これ。ケアは無理なんで、通常攻撃か。来たか。いいよ。そう、連携ですね。はい。オッケー。わ、やばい。なんかやばいな。おーっと、攻撃がすごい。あんまり前に出たくないよな。今4か。釘か。やっぱり犠牲が多いよな。いいね。とどめさせれば、今チャンスだな、とどめさす。そんなに秒たんで。今、4、3か。3なんで。バギー。士気、士気下げる策もあるな。
かり増減仕掛け合えない。みんなヒアの方がいいかも。オッケー、こちらも倒した。ビーム、モチベ4000あるのに結構モチベ落ちてるな。モチベ管理も相当大事だからな、このゲーム。相手のモチベが相当落ちてるからな。は今2か。いやまだ打てないな。まあ千成秒単でいきましょう。まだ仕掛けるところじゃないな。お、近づいてきた。え、なんでうち攻撃すんだ。あ、だいぶ減ったっていうか撤退してるな、かなり。お、一気にやってる。チャンスや。モチベ力高いからな、下がらないな。あ、雨か。しかし、部屋無理なんで。5か。今うちが攻撃しなかった、なんか分からんけど。軍師？あ、なんか獲得した、よう分からんけど。なんか確実にあの能力のスキルアップを感じさせてくれるような。セーブはできるよな、一応はできる。1万7500あるのか。まあとはいえ3の丸だからな。くそ、分かった。
相手のモチベ相当落ちてるからな。おお、どこまで落ちる？そんなに落ちないな、ひぜめでも。あんまり下がらない。1秒強引に上げようとしてるし、ただ攻撃できないんだよね、そのターンは。うん、まあ千なり秒単でいいと思う。おっと、石川和正、さすがです。先進攻撃は基本。ビームが、やっぱ守る側も頑張ってるな。まあ、簡単に落とせる城じゃないってことか。おっと、ここで一旦我慢できるんかもしれないよな。今4か。多分次のターンで、多分このターン回ってくるまで落ちることはないと思うんで、雨が降らなければあれで落とせないかな。さあ、だんだんと削られてきてますが、あー、うちで破りたいな、三の丸を。キリシタンか、骨格って。いや、またビームが。これ、強すぎるだろう。撃ちます。チャンス！チャンス到来。縄文爆破。これでいけ。あかん、あかん、破れなかった。ちょっと足りなかったな。くそ、爆破し、別をしたら爆破したか。ビーム、超千なり秒単。思います。ミカってそんなに強いんだ。
三河って有効だよな、かなり。こちらはモチベ上がって相手のモチベ落ちるんだから、三河って結構強いな。三河は確保した方がいいんじゃないかな、三河の技。うわ、持ち目が急激回復した。あ、持ち目回復しに行くもんな。まあ爽快攻撃できないけどな、こちら側は。ビームで、ビームにやられるんやけどな。弓、さてまだ半分以上あるんだな。今4ですね。奮闘努力、おーっと、後ろは城門破壊にしに行ったな、来たな。ついに もうちょっとで破壊されるな。あ、月さんだ。ってことは月さん切腹？1秒下げる。おお、まあ、当然打つ。お、よし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 、力2しかないのか。でも行くしかないな。いけんいけんいけん、オッケー。あとちょっとだ、本丸まで来てるんだから。全然多分和議を成立させ合うと思う。今観音寺城まで来てるんだよな。まあ守れるかどうかっていう問題はあるけどな。ビームがまだまだしぶとい。どうよ、まだだな。でも今ターンでやられる危険性は高いな。まあ千成病ターンしなくていいから普通に射撃だな。ビーム、でも破壊されそうやね、本丸は。終わったかな、さすがに。
終わったな。これはさすがにもう本丸潰れた。剣士やってる場合じゃない、攻めるべきだろうな。終わったかな。終わりました。結局本丸まで行っちゃったよ。お、うちが一番だった。野戦でもまあ活躍したからかな。ラブラブ度1、武具を好む。武具ってなんだ。いや、武具好む言うてもだって簡単に武具は渡せないですよ。種子島渡すけど。ああ、二条城で信忠の二条城で討ち死にしたのか。戻ろう自宅へ。あ、山の内和豊じゃないですか。もちろん応じます。朝鮮唐津。都心へと待つやったっけ。それは別の人。今の能力値を見てみよう。まあ弁術と、茶道はカンスト、軍学が3、算術も3か、忍術も2に上がってる。水軍はまだだけどね。水軍は和歌織田の方に仲間に入ったからな、織田が。
とりあえず茶道を乾燥させたんで、あとは忍術かな。ちなみに札は何持ってるかな。作詞とかあるんだけど、まあ、いろいろ得ることはできたよな。名声も上がってるし、これからだよな。そうそう、金庫、入金2000、3万7000に増えたね。まあひとまず今回はここまでとしましょう。もう3時間近くやってるし、気がつけば11時半になりましたし、3連休もう終わりだしね。ということで、方向人脈とかいろいろありますね。この軍師はでかいな。この茶菓子茶道もでかいし、
まあ、今回はすごく個人的なスキルを上げることができた。さらに信長も このように地図で見る通り曽根城も取ってんのか。観音寺城を取ることもできたんで、日野城を取ったからっていうのはでかいですね。進言によってこうなるともうあと坂本城と二条城なるのみなんで、上洛はもう目の前っていうとこですよね。いよいよ上洛、近づいてきた上洛ということになります。はい、ということで、今回、ここまでということになります。森すごいな。よろしければ、ツイッチで配信を行いました。ぜひツイッチのアカウントフォロー、お願いいたします。ツイッチプリーズマイアカウントフォロープリーズ。 YouTube で、にアーカイブプレミア公開でアップロードします。2日後23時ぐらいになるかな。2日後11時の23時ぐらいになりますかね。はい、ということでぜひ YouTube でも見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いします。リスライブアーカイブマイ YouTube チャンネルアップロード2 days after マイ YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そしてツイッター、旧ツイッターである X のアカウントを持っております。 X アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いします。マイツイッター X アカウントフォロー&グッドボタン&リポストプリーズ。ということで、太閤立志伝 5DX、行っていきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。